はい、というわけでどうも、マルトラです。今回は海に潜るんですけども、今日はですね、海底の遥か下の深海に行こうかなと思うんですけども。これは、前スキャンしたウバザメくんですね、これ。頑張れ、言うてくれてるわ。マルトラ、海の生活楽しんでくれ、言うて。頑張ってきます、ウバザメくん。この下にね、なんかね、穴を見つけたんですよ、前。まあ、それがどこかは忘れたんですけども、まあ、今日はこの、下探索していこうかなと思うんですけども、もうすでに知らんやつがおるな。あらら、すごいおちょぼ口、これすごいねこいつで。ね、もっとねレアな魚が欲しいんですよ。まあ、この辺になんかはてな、あ、これお前出たがりか、お前、お前もうええねん、ありがとうな。あ、金目鯛や、金目や。知ってる魚に出会ったらね、なんかやけにテンション上がんねん、このゲーム。じゃあお前もええって。そうそうそう、この下、この下、この下。見て、この空洞。これやばない？ちょっともうちょっと上から見たいな。ほら、なんか泣いてんもん。これクジラくんかな？ちょ、わからへんねんけど。これやばない？めっちゃ怖ない？これ。というわけで今日は、ここ潜っていこうかなと思うねんけど、すぐ地面とかやめてね、うん、僕の期待に応えてほしいと思うね。うわうわうわ、あ、いるいるいる、金ピカピンがいる、ピンピカピンが。これ誰？誰ですかこれ。オケアノンアーマーン出ました。出ました、オケアノンアーマーン、リーゼントのかっこいいやつ。これってさ、オリジナル魚、なんかこのゲームにしか登場せえへんオリジナルの魚もおるらしいね。これさっき Google で調べたらさ、いい品買ってんな。無知ってのは恐ろしいですね。うん、僕喋るとこやったら友達に。あ、カグラザメ、こいつかっこいいな。えらい、やっぱサメかっこいいよね。うん、ほんでこのオケアノンアーマンはね、その質感がねちょっと独特やねんな。あ、これもメガマウス。この辺はまあまあまあ前スキャンしたやつやな。金色、おったおったおった。この金色、これシーラカンスか。あ、違うわ、これ誰、シーラカンスじゃん。エンペラー。これも多分オリジナルやな。絶対に。名前めちゃめちゃかっこいいわ。皇帝と称され、草原な古代の風格を持つ巨大シーラカンス。この設定も全部考えはったん。めちゃめちゃありそうやねんけど。エンペラー。ありがとうな。まあ、今日こんな感じでアホほどスキャンしていこうかな。で、この L を押したら、スキャンしてへんやつからはこんな感じでなんかエネルギーがもらえんねん。この青色に光る、この吸収しているこれね。こいつからね、容器ならぬ魚器を吸い取ることができるんで、それ吸い取ったらその左上にのポイントがどん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 加算されていくっていう。だから今、魚器ポイントが4640魚器ポイント溜まってるんで、まあ、これを貯めれば貯めるほど、どんどんレベルが上がっていくっていう、そういうゲームらしいんですけども、ちょっとクソでかいやつおるな。これ誰？あ、これもうスキャンしてるか前。あ、ウーバーさん、お前、よう出てくんな。ありがとうな、ほんまに。あ、これまだや。あ、クジラくん。かわいい。南とっくりクジラ。なんか頭の白いコブ？かわいいな、こいつ。こいつはほんまにいるんかな。冷たい海域に生息するやや小型のクジラ。大きく張り出した頭部は深く潜る能力がある証拠。あ、やっぱり深海の生き物なんか。うわ、またなんかすごいところに来たぞ。何あれ、テニスコートの真ん中に張ってあるネットみたいなのあんねんけど、これ何、これ、これは生き物ではないんか。うわー、すごいね。海の世界ってなんか憧れるもんがありますよね。ほんでおるわ、ちっちゃいやつがある。こういうちっちゃいやつもね、見逃していったらあかんねん。キワヒルスタ、ハリウッド女優でいそうな名前、キワヒルスタ。深海の熱水噴出口チムニーに生息する甲殻類。そうなんや。僕が無知なだけやねんけど、チムニーって何、新手の下ネタか。これ大丈夫か、チムニーという言葉は YouTube 上で大丈夫か。ちょっとまあスルーしていきまして、はい。この岩場、このちょっと深いところ、渓谷っていうんですか、なんかいそうな気がする。でもこんなところにでっかいやつはおらんか。
上に行かへんかったらでかいやつおらへんっぽいな。こっから下も特にいなさそうな感じはしてる。あ、これもさっき言ってたハリウッド女優さんかな、これ。あー、ハリウッド女優さんか。ゴエモンコシ、ゴエモンコシオリエビ名前えら、あ、ほんまや、腰折ってる。それは体の内臓大丈夫な、な。白飛びしすぎて全く見えへん。なんのこっちゃ全くわからへん。うわー、ザ深海生物やな、ゾウギンザメ。ゾウキン。この、鼻チョウチンザメじゃなくて、あいつ、シュモクザメか。シュモクザメの子供みたいな。シュモクザメの進化前みたいなやつやな、こいつ。銀色の体表と象のような鼻が特徴のサメ。あ、象なんか。なるほど、掃除機かと思ったわ。掃除機ザメ。あ、おる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 、おるおる。あ、これ、さっきスキャンしたやつか。お前ちゃうね。え、ちょ、なにこれ。え、サウルスついてんねんけど、オフタルモサウルス。え、恐竜？うそ。お、ジュラ紀、ジュラ紀後期から白亜紀に生息していた。え、普通に恐竜出てきたんやけど。マジで言うてんの？水を、あ、もうどうでもええわ。え、恐竜とかおんの？嘘やん。サウルス普通におんねんけど、こんなところに。アンモナイト。じゃあさ、あいつおらへんの？スピノサウルスやったっけ？なんかでっかいヒレこしらえてるやつ。その辺欲しいな。まあ、この辺の、チャージはどんどんしていきまして、水魚くん。これ誰？あ、メカジキ。これは？あ、サメ。サメ多いな。やっぱり深海はサメの生息地なんかな。あ、この下まだいけるやん。あ、この下まだいけるやん。これはいかなあかんわ。なんかマグマ。謎のマグマなんですけども。なんじゃこれ。マグマやん。マグマ。ほんで水の中にマグマあるってどういうこと？もう、マグマ熱すぎて、固まってへんってことかな。実際の海もこんな感じなん？このゲーム特有なエンペラーみたいな感じのオリジナル要素なんかこれは。へぇ。やっぱこういうの見てもうたらさ、海ん中めっちゃ魅力的やんな。なんかよく言うやん、海って、まだなんか 1% も解明されてへんみたいな。よう聞きますやんか。なんか、たまに頭ん中で、超能力ゲットしたら、無限に呼吸できるようになって海ん中潜ってみたよね。どんな生き物おるんか探索してみたよね。カラフト、カラフトそこだら。あ、なんじゃこれ、なんじゃこれ、なにこれ、なにこれ、なにこれ。今映像にノイズが。これは分析結果出ました。なんや、間違いありません。アンノーンパズル。アンノーンパルスとは、この海域に生息する生物に見られる特有の現象です。このパルスを観測した地域は不思議な現象が起こるという文献が残っている。あなたによる発見が本部に通達するハンノーンパルスミッションが開始されました。区域内に生息する他のアンノーンパルスが発生してもマップ上にアンノーンネンでは表示しています。これ何これ、何これ。対象の生物が近くにいる場合、同色のランプを点灯させてお知らせします。ランプの頼りに対象の生物を注目してください。なんじゃこれ、何これ。なんか変なミッション始まった。ブラックバンディットエンゼルフィッシュ。これはこのゲーム特有の生物なんかな。目を覆うように黒い帯があることで悪い盗っ人のように見えるため、バンディットと名付けられている。ほんまにある生物なんかどうかわからへん。これが。なんか左上に7分の1って書いてあるから、この海にあと6匹、このアンノーンパルスがおるんか？わからへんわ。クラゲイカ、どっちかにしろ。あ、ダイオウグソクムシや。ダイオウグソクムシや。はえー。なんかかわいいな。奥にもおるやん、ダイオウグソクムシ。裏側は絶対気持ち悪いけど、このフォルムかわいいな。なんかちょっと前に、ペリカンアンコ、ちょっと前にさ、話題になったやんな。あ、こいつもかわいいやん。
十文字だこ。あ、これええやん。大王グソクムシと十文字だこの共演。なんかこいつジブリにいそう。ジブリの奥の方にいるモブみたいな見た目してんな。よ、また会うたな。誰やったっけお前。名前覚えてるわ。あ、ウバザメくん。モルトラ、もっともっと探索せい。わかったわ。頑張るわ。あ、おる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 。光り輝いてるやつおるやんか。あ、でもこれは、あれか？あ、タナトスか。お前もおるなよ。なあ。病院行ってくれ。その見た目、心配なんねん。なあ。怖いわ。あ、ハテナくん。これ誰ですか？うわぁ、綺麗。ザ・深海みたいな。レベラトリクス。うわ、かっこいいなぁ。これ、もうオリジナルなんか？なんかこんなさ、変な名前のやつはオリジナルなんかな？さすがに。聞いたことないもん、レベラトリクスって。あ、光ってる。これは誰や？あ、お、お、サメや！来たー、ホホジロザメー。僕が追い求めていたホホジロザメ来たぞ。白色。白色？これは、ホホジロザメ金色と、あ、カジキマグロや。ちょっと、ごめんな、サメくん。サメくんごめん。カジキマグロ欲しい。カジキマグロ。あ、全然違ったわ。色とりどり。グングニル？おもろい名前つけんなぁ。グングニル。これ絶対オリジナル魚やなぁ。でも、見た目も相まってめっちゃかっこいいわ。この辺りの海域でさ、最近恐れられている巨大な芭蕉カジキ。へぇ。これ、グングニルあるんやったらエクスカリバーとかもありそうちゃう。これはオリジナル魚が逆にどんなんか気になんな。あ、これシーラカンスやな、前見つけた。ちょっとね、この奥ね、もう、どこまでも行けそうやねんな、この辺、ほんまに。だって左上、じゃ右上のマップ、まだ、壁とか全然見えてへんねんな。あ、壁や。でも、上の方行ったらいけんのか、ちょっと下潜るか、それやったら。クソほど下潜って、あー、でっかいのおる。でっかいのおるわ。なんじゃこれ。これ何？お前かい。あ、こいつは？石台？クエア。おほほほほほ。いいねー。ぴったりやな。どんな顔かなって見るにはぴったりのスピードとインパクト。素晴らしいね。高級魚とされており、その身は大変に美味とされている、やっぱりこういう魚見たら食がよぎるよね。なんていうのかな、触れ合い、触れ合いのゲームやんこれって。絶対に魚たちの生態を学ぼうみたいな、まあ、ある種教育というか、教育かつ、まあ、なんていうの？観察のゲームやと思うからさ、あ、こいつうまそうやなって感情湧いたらあかんくない？こういうゲームで。めっちゃ感情湧いてまうねん。うん。こいつは湧かへんな。わかんやつが来てくれてよかったわ。絶対死にそう食ったら、こんな点々のやつ。あー、ちょっと待って、なんかある。え、なにこれ？え、なにこれ？え、これなにこれ？沈没船？え、沈没船とかあんの？はぁ、沈没船にしては浅瀬やな。なんじゃこの浅瀬の沈没船。沈没船ではないな。普通に、なんか嵐かなんかの影響で流されたんかな、これ。これ中入れる？あ、入れる入れる入れる。うーわ。え、こんなんもあんの？この海ん中特有の要素。こんな。もっと深海行ったらさ、タイタニック号とかありそうちゃう？あ、おるおるおる。いろんな魚おるわ、ここに。アナゴくん？ウツボか。ウツボや、シンプルウツボ。こんなところにおる。セミエビ。セミエビはなんか聞いたことあるで。なんか誰かが残したメッセージや。会心の言い伝え。やばいやつゲットしたぞ。沈没船は激アツやな。
これもっと下潜りたいな。そうなったら下行って、あ、コブでっか、コブダイ、シンプルにコブダイや、ラージ、コブダイの個体でもでっかいやつを見つけたってことやな。これちょっとさ、こんな沈没船見てもうたらもっと下に行きたいで。これ誰や、アイタチサメよ、またあったなお前。真ん中らへんにもっとないんか、穴、穴に潜りたいねん僕は。もっと下に行きたいねん。こんな浅瀬もまあいいけども、こいつらと戯れんの。もっともっと潜りたい、深海に行きたいぞ。マップ変える？マップ変えんのも全然ありやねん。亀ちゃん、もう結構潜ったからな、ここ。でもスキャン、もうすでにしているやつおるから、ここにも一回来てるわ、僕。え、ちょっと待って。ちょっと待って、沈没船あるやん、ここに。あらら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 ら。沈没船二つ目や、このマップ。うわすーご、なんかレアなやつおらんか。なやこれ、東人ハイスクールかいな。東人ハイスクールや。これなんやこれ、おき、おにきほうぼう、ほうぼう、あ、かわいい、あのあれやん、タコ、あのタコの仲間かな。これこいつめっちゃかわいいな。こいつの抱き枕欲しいねんけど。これ中入れる。これは中入らなあかんわ。中絶対入らなあかん。なんかレアなやつあるんちゃ、さっきの会心の言い伝えみたいなやつ絶対あるで、これ。うわ、ちゃんと入れるやん。これなんていう名前なんやろな、この潜水艦の名前。中もぬけの殻やな。こんだけもぬけの殻もちょっと怪しいけどな。で、特になんもなかったわ。ハズレやないか。ハズレ、沈没船ではあったけども、結構立派な船やで、これ。なんか、事故があって流されたんかな、これ。こういうやつのサブストーリーが気になるわ。なんでここに行き着いたんかっていうストーリー。あ、なんかおる。めっちゃおる、めっちゃおる。これめっちゃおるぞ、いろんなの。これなんごなんじゃこれ、きっしょい見た目、アンモナイト、シンプルアンモナイトや。シンプルアンモナイトは金色違うんや。へえ。前スキャンしたアンモナイトはあれやったけども、あ、でっかい。これ何？ああ、あの亀か。亀はよう出会うな。サメくん。青ザメ。あ、なんかおる。これ。これ何？あ、これ初めてや。きっしょ、色ファントム素晴らしいな、ネーミングセンスが素晴らしいで、これ、うん、本種の正体は海に沈んだ廃墟域の、生き主の慣れの果てではないかという噂がある。なんじゃそれ、センスの塊やな。ファントムとか、あ、これもファントム、これもファントムや。沈没船の近くにいるからファントムってことかな、これ。おもろいなおもろいこと考えるで。あ、おらおら。あったあったあった。会心の言い伝え。これ絶対レアやんな。あ、無名の電気でした。なんかわからへんけどゲットした。やった。このお宝はなんかに使えんのかな、その辺のチュートリアルとかなんもわからへん。とりあえず海に潜ってんねんけど、めちゃめちゃ経験値たまったぞ。重くそレベル上がった重くそレベル上がった。ランク10 4も上がった。っていうわけで新しいマップ行きましょうか。これ次どんなマップやろ。今回のマップ絶対当たりやんな。開幕から大穴に繋がってたから、絶対最初は見つけなあかんところ、最初からそこやったから、さっきの結構ラッキーやってんな。さあ次の海はどんな海なんでしょうか。お、なんか良さそうな海やぞ今回も。え、なんか、ま、なんかめっちゃ綺麗やん。うわー、なんかいい綺麗な海や。光あふれる超銀河達成しました。次、
ワイルドだろ。めちゃめちゃ光さしてるやん。神秘的やな、えらい。多分国も全部変わったな、これ。まあここがどこかっていうのは記されてないねんけど、多分さっきの海があった地域とは全く別んところに来たくない？これ。あ、金色。あ、これは、あ、イーロブダイか。前スキャンしたな、こいつ。これは下に潜れそうな予感してるな。あ、でもこれちょっと浅瀬か？広がってるけども、浅瀬っていう、なんじゃこれ。マグロのブロンズ像。フィギュア置いてました。ありがとう、僕フィギュア大好き。お前、よう見るわ。なあ、タナトスよ。お前、どんだけおんねん。なあ、どこにもおるやないか。この下は？うわ、来たー。来ました、来ました。お待たせいたしました。このマップの深海。これはなんか、おもろそうなやつに出会えそうな感じしてますね。いいですね、ここは。やっぱり、マップの中心に、こういう穴があるんかな。ここもマップの中心やろ？ほとんど。多分そうやな。どのマップにも真ん中は、深海につながってんのかな？結構知らんやつおる。鏡台。あ、毛ガニや。毛ガニこんなところにいるん。へえ。もっと浅瀬かと思ったわ。耳なじみやし。そうなんや。ほんで、ピンピカピンがおるぞ。お前か。お前よう見るわ。このマハラジャとタナソツよう見る。何がレアやねん、こいつら。なんじゃこいつ。これ何？赤マンボウ。赤マンボウですわ。マグロと似た味で知られるが流通は少ない。マグロに似てんねん味。食えるんや、まず。こんな見た目で。こいつはマグロ？ビンナガ。ビンナガ。あ、ビンチョウマグロ。へー。こいつ、ビンチョウマグロね。僕、ビンチョウマグロ、切り身でしか見たことないからさ。実体を見るん初めてや。こんな見た目してるん、お前。いつもお世話になってます、本当に。ありがとうな。わ、クソでっかいのおる。なんじゃ、これ。これ何？これ何これ？これ誰？これ。これ誰ですか？クジラ。クジラくん。わ、でっか、白を流すクジラ？ホワイトマザー。お母ちゃん見つけた海の中で。